ターボックス、果たして 最初に制覇するのは一体誰なんでしょうか。みんなの調子、みんなの位置、これが4発目ぐらいで割とアウトになりますけどね。さあ、この後約1時間のジャムセッション、皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。そしてガーッと来ました、流行りのミニスライド、明日の朝アウトみたいな。大丈夫ですか、金髪ですか、オレンジ。さあ、気がつけばドロップ、これは女性なのか、なんとなく、あーっと、やばい感じ。さあ、1号第1号、2号を入れてください。2枚ゲットです。見事一番手が出ました。今年早いですね、これ社長ちょっと簡単すぎるじゃない。さあ、大盤振る舞い、50周年で大盤振る舞いです。コースクリア、ドロップ。さあ、こちらもなんとなく身のこなしが女性なのか、最近ロングでダンスがいるからよくわかんないですよね。さあ、どんどん行きましょう。続きまして、コーチョ、行きました。今日雨予報でしたからね。おー、いい感じ、いい感じ。じゃあ、ホットグラブ入れてきた。2枚あげてください、2枚。さあ、リフト券の数が心配になってきましたが、みんなのために200万円持ってきてるぜ。さあ、頑張ろう。さあ、スキー場が勝つか、それでも選手が勝つのか、ボックスが勝つか、選手が勝つのか。さあ、これはダメなのかな、はい、さあ、ちょっと、なんだろう、小柄な方が続いてますが、皆さん、最近ジュニアが大人みたいな上が来てるからね、どっちがどっちか分からないですよね。お疲れ様です。あー、いった。これは1枚かな、1枚かな。アウトしてからのトリックはちょっとこれからは割愛ということで、まあフロントフリップ、バックフリップ OK、 そんなルールでいきたいと思います。さあ、もうビルナンバーがよく分からなくなりましたが、あーっと、フリップスライドからのサイドアウト OK です。みんなそんな感じです。今年のファイナルボックスちょっと簡単ですけどね。お、来ました、スキーだ。いい感じ、いい感じ、これ。一瞬片足になって、さあ、ちょっと待って、さすがレジェンドだった、ムイダーは。さあ、来ましたよ、これ伝説の男、ビーレルマン。さあ、来ました、これ暇から練習しまくってる。さあ、どうしますか。おお、最後、あっ、あれはガッツ、ガッツ、スキーだ、ジャッジがいないという。まあ、 OK、 ダメ、はい、スキーは厳しくいきましょう。片足がついたからダメと。また2本目狙ってください。さあ、続きまして、レギュラースタンス、フィフティー、フィフティー、フィフティー、どうぞ。あっと、来ましたか、ファイブアウト。さあ、どんどん行きましょうね。例えば、コースクリアでございます。さあ、来ました、これベストが出ました、上山から。あっと、そしてよろしい、143メートル、やばいっすね。さあ、来ました。うわぁ、そう、1、2、3、4、5、6、7、20、8m。 まあ、だってこんなボックスないっすからね。いきなり、いきなりスライドをして、すごくアウトだったよ。はい、最初の2クールはワールドボックスになってますからね。うわぁ、ヒップスライド、力をしてからなら落ちるという。さあ、スキーだ、空
ックスタンスでスピード調整してからのあーっとヒットスライド。はい、どんどん行きましょう。ギャラリーの方もワクワク集まってきました。この今おそらく世界で一番長いファイナルボックス2022、これを突入で来年のリフトピッチがもらえるという、しかも時間無制限、1時間無制限勝負、こそっと出るだけ来年のリフトが出てきます。あー来た、ほらでも母ちゃんが運動してる。あーヒップサイド惜しいね。表面がダメだったような気がするな。あそう、頑張って、まだまだ時間ありますから。さあ行きましょう。さあ、なんで。じゃあ、魔物が開いた3発目のセッション。さあ来ました、スキーヤーですね。まだまだ試合開始してから10分しか経っておりません。時間はいっぱいあります。おー、いい感じ、いい感じ、ストライス、オッケー、ヒップアタック1枚ですね。あれ技じゃないですから、ナイスファイト。女子かな、子供かな、よくわからないですけどね、ヒップだ。さあ行きましょう。2番手はもうわかりません、スキーヤー何を見せるんでしょうか。まずはそう直角を、そして直角のままいいよ、どんどん乗せて下角を絡む、サイドアウト。大丈夫です、気持ちです、スキーもね。さあこの強烈が久々に、いや6年次ぐらいかな。あれさっきミリオンさん見えたけど消えたな。あ、いる。さあ、いました。お、いい感じ、ゼロミジャンプからの絶叫のアウト。はい、どんどん行きましょうね。コースクリアです。続きまして、ちょっと小さいから少年なのか少女なのか、実はこれ忘れたけどね、オリンピック銅メダルを取った村瀬心椛もアッとアウト。これもこれやったことあるんだよ、まあ、そんな非常本格的スケジュールになっております。忘れたけども今日がいよいよ最後で最後のラウンド、最後のいったー。あれ何エンティアウトっていうのかな。2枚あげようか、一応ちょっと甘くなってきました。全抜きが滞っていたので甘めなジャッジでございます。ナイス全抜き、どうしていいのか。挨拶してるのこれ違うの。お、来た、あーっと惜しい。お、ジオちゃんなんか見るたびに上が違うから、そうか、ああそうね、頑張って抜いてね。お最後どうだったの。2位、マジ素晴らしい、完璧に個人的な話が立ち的で続いておりますが、なんとやっていきましょう。続きまして、さあ正面か、ルーキーしながらの、あっと今日はキッズが多いから絞れたら入れてくるぞ、頑張っていきましょう。さあこれスクリアです、どんどんいっちゃいましょうね。さあ来ました、これ最大ドメの、じゃあこれスキー高まるヒップスライドアタック、残念、ナイスファイト。このコロナで大変な中行われております、第1話のないファイナルボックスの全国選手権、時刻はただいま2時14分です。大体 25% 消化しましたね。
まださすがに2回目行くという人は見かけない声でございますが、頑張っていきましょう。続きまして、最近なんてつなぎじゃないけど、オーバーっぽいスタイルがね、ちょっとかっこいいというか流行ってますけど、惜しかったです、ナイス。そして続きまして、スキーヤー、いきなりこう、ベンジングスタイルから、さあ、いい、安定する、いきそうだ、タッチダメ、アウト、オッケーダメ、ごめん、旗が2個あるから、こちらです。OK、行きましょう。シマ、やめてください。おっと、ちょっと勢いをつけてスキーやドロップ、大丈夫か？お、いい感じ、ちょっと、惜しい！あと3メートル。だいたい落ちるとき、ボックスの向こう側に落ちるんで、MC からよく見えないという。ずるい仕様になっております。さあ、これもダメ、スキアの方はよく片足がね落ちてしまうというパターンが見かけられますけど、ギリギリまで壊れてください。片足を落とすのはよく金坂が使う人です。さあ、すみません、またスキアが続いておりますが、なんか流れがいた、最後の山道ボックス、新試合山道に守りがいるのか、ね、イニスに勝ち上がっている最後のエンドボックスが人類の敵、お、来ました、スキーヤー、オールスネーク、さあ、ドロップ、これは明らかにジュニアでしょう。いやー、いいか、俺ダンスリーとジュニア、ダメ、惜しいね、天才少年、もう1本ぐらい出るから当ててみましょう。成功したら来年のリフト1日券プレゼント。あー、ダメ、今のところちょっとボックスが優勢、そしてスキー場が優勢になってきました。来年のリフト1日券をなんとしても渡せない、この、やらしい、先ほどのファイナルフォトギャラリーは大盤振る舞いでしたが、このファイナルボックスを全部期待しては、いやらしい、ガチで来ております。ダーブヒップザロー、ダメダメダメ、たまにバックレース食らいますからね、皆さん気をつけてください。さあ、これクリアでしょうか、行きましょう。もう列がすごい、ミニオンさんが全然進まないんで、多分ビビってあそこに居座ったんじゃないですかね、これ。さあ、来ました、赤い方、オッケー、来ましたね、これでないとファイナルボックス全員の期待しか目立てません。見事、おめでとうございます。さあ、続きまして、スキーヤー、フリースタイルの匂いがプンプンするよ、なんとなくヘビーハンセンのような上上げ、いったでしょ、これもいい、2連チャン、これ続くときはね、パチンコと一緒に続くんですよ。さあ、サーモンちゃんなるのか、妙に緊張を走るぞ、止めるのか、この人、続くのか、あーっと、止め、あー、行くぞ、やったー、サーモンちゃん、各変だね、今、そして4連チャンなるのか、また責任重大。さあ、黄色のスキーウェア、これ、うまそうな、見るからにうまそうだから、失敗するわけにはいかない。ジャッジと、あ、ダメ、アウト、金高工場がもうね、政府のなんか大リーグの選手のように政府をアピールしてましたけど、アウトでした。そして来ました、これ、お次のスノーボーダー、
こけるわけにはいかない。そしてボックスの上でこけると3秒だけになりますからね。薄い色の人は気をつけてください。さあ、そういった時に薄い色の相手から出まきのには3対4バックの2枚上げてください。これナイス、バックドロップ出ましたね。超山道ナイスファイト、絶叫とともにランディング、素晴らしかったです。そして来ましたよ、最近ちょっと成功続いてますけど、おっとまた成功だ、やばいぞ社長、これどうすんの、これ大赤字だよこれまずいです。明らかに6割バッターぐらい先行してますけど、続きましてこのクールをかぶった怪しげな犯罪者、さあ何を見せるのか、これも成功なのか、いっちゃったー、ドライエンジアウト、2枚あげようか、2枚スタイル出してきてます、みんな本当スタイル出していきましょう。おっと実際の次はレイ君頑張れ、ブルナンバーレイ君をスイッチ、どっちだ、グーフィースタンスからよ、いいぞ、その辺でスライダー、あーっと消えた、残念、でも1、2、3、4、5、6、30m、子供の 30m ってすごいですからね。さあ、決めてグリーンのマスク、あーっとイップスライドアウト、残念さあ、来ました、これどういう風に、あーさっきからアースが言ってませんけど、残念、はい、すいません、サボってました、水飲もうか喋ろうか迷ってるうちにアウトしてましたね皆さん、さあ、ね、はい、こちらはスキア、ドロップ、シュレイヘルメット、そして黄色いグローブが生かしてるアメリカンスタイル、さあ、最初からイエーイか、ジャッジ OK、一本あげてください、1枚コースは大丈夫なんでしょうか、デブちゃんさあ、デブちゃんだ、ドロップ、デブちゃん、ゴリゴリでアウト、そしてただいまスピーカーが倒れた、関係者の人スピーカーを直してくれると嬉しいな、グッサン、グッサン、あー、いっちゃう、ドロップ、最後にちょっと田中康介2枚あげてください、田中康介入りました、春はドロップ、おっくは見てるだけ、さあドロップ、さあ春、おこれはさあファーストトラックコンテスト1位を取って調子こいてる男、翔太ドロップ、ショートのショート、さあ、いきそうだ、イエーイ、エアプレゲット、ちょっと田中康介、2枚あげてください、ちょっと田中康介入りました、さあ、続きましてスキア、ブロッピン、あー、ダメ脇で越して何事もなかったように過ぎ去っていきました行きましょう、これは、あー、いい感じ、いい感じ、ちょっと田中康介今やめてくださいなんか流行ってます、ちょっと田中康介、さあ今は亡きプロスノーボーダー田中康介、はいはい、あいつら見てたら感動するだろうな、ちょっと田中、あーっとアウト、今世界で流行るのちょっと田中康介加点ゼロ、
さあ、続きまして、ドロップしたのは、みんな、なんか絶叫しながらの押し、途中でちょっとバランスを崩してしまったのか、そのまま立て直すことができませんでした。おっと、ミリオンさんが進んでるのか、止まってるのか、全くわからない。でかいからよくわからないし、反応もしないから全くわからない。ミリオンさん、進めますか、それ。OK、進める。セパレート道場で、ね、このファイナルボックスに挑戦するという、道場に出ておりますが、ミリオンさん、もうちょっとお待ちください。あー、残念。結構ロスが甘いので、スピードを上げていきましょうね、皆さん、どんどん。手足しても一切責任持ちませんので、どんどん行きましょう。はい。じゃあ、あー、残念。はい、どんどん行きましょう。スッポン、スッポン。おー、わ、レジェンドだった。どうも。なんか、キーちゃん抜いてたよ、さっき。いやジャッジダメですね。はい、残念。息子吉田ジュニアドロップ。さあ、何を見せるのか。いつからそんな年になったのか。着ているパンツは親父のお下がり。あー、それは残念。残念だ。面白いの。これ何人作ったんだ、吉田ジュニア。さあ、吉田ジュニアなのか、これ。あーっと、ニードロップ。大丈夫か。浅田を抱えて大丈夫。さあ、行きましょう。なんと、続きまして解説がないから誰かわからない。おー、ナイス。スライド90度アウト。2番はやめない。もうオリンピック選手もできない、もう90度アウトね。あの反動がすごいです。見事な、ナイスアウトでした。次の試合スキーヤー。今年はパンプアウトでファイナルボックス全日本賞もずらーっと残念。もう10年もやってるとそれは子供も大きくなりますね、これね。本当おめでとう。お久しぶりで。どうも。長いからね、これ。リフト。うん。リフトの方が楽かもしれない。リフト待ちよりこの待ちの方が長くなっている。さあ、第2期第17代ファイナルボックス全部金選手権になっております。時刻はおっと、気がつけば間もなく2時30分ちょうどですね。約 50% 消化しようとしております。さあ、ただいま新アクセスの社長が水平形を持って立ってます。あー、これどっち、どっち、片足が良く見えます。上げちゃってください。来ました、ナイス。はい、さあ、いけそう、ダメそう、惜しかった。さあ、社長が水平器を持ってたのは水平にしようじゃなくて曲げてやろうと。おっと、それはあだになった。思えば去年あのプロボーダーの賢秀大和がフロントフリップインをしたというね、あれ初めて見ましたけど。でも余裕がある方は技を入れてってみてください。でもまだ1回目で、あ、ミリオさんがちょっと進んでる。イエーイ、かわいいね、ミリオさんね。あれ、なんかどうやって手を動かしてんのかよくわかんないですけどね。あーっと、残念。さあ、徐々にミニオンさんが近くに来ております。この第17回ファイナルボックス全力選手権、
大体私1時間喋りっぱなしなんで次の日使い物にならないというそんな、大変な選手権になっております。あ、気がつけばドロップがいい感じ、スローインでサード記録が 1,2,3,34m。 さあ、続きましてドロップインなんとかしね、ただ白い B にかぶせるとウェインボーマンみたいな感じですけどね、昭和の人しか分かりません。レインボーマン、ナイスファイト。さあ、来ました、ドロップ。この人もちょっとレインボーマン、あーっと突然突然やられた、ボックスの逆打ち。さあ、来ました、スキラ低い体勢からの、あ、いいね、この中微調整かけてからのちょっと田中康介、2枚上げましょう、2枚もう簡単です、もう田中康介ほど簡単な技はありませんから、皆さんキッカー入った時はね、ぜひ一番最初に得しましょう、田中康介。さあ、来ましたよ、キラが続くようです、トラップ。さあ、いい感じ、またこれ自重してるからの、惜しい、油断しましたね、残念、行ったと思いましたけどね、はい、お、来ました、お、投げキッス1枚上げちゃってください、忘れてた、投げキッス、発動しました。さあ、女子限定で投げキッス、あ、この人トップバッターの人だ、男子は投げキッス、いきなり回してきた、もう最初から思い出作りに入っている、お疲れ様でした。あと2本いけますよ。さあ、どうやら2周目に突入したのよ、速い人は。そしてこのなんだろう、カナディアンの色をした、あだね、女子のあの、あ、はい、ボックスの上でやりましょうか、ボックスの上でね、こすりながら、男子は罰金ですよ、あれ男じゃないの、女子かな、男は罰金5万円です、はい、5万円ありがとうございます。女子の引き笑いキッス、こちらに向かってしてください。で、最近男子も女子も、わーっと来た、回してきた、2台いこうかな、はい、1860アウト、よくわかりません、ね、さあさあ来ましたよ。さあ、先ほど失敗した西村大輔は一切挑戦しようとしておりません、もう完全に裏方に徹しておりますが、よほど疲れてるんでしょうね、はい、いろんなとこ転戦してますから、元プロボーダー、元プロボーダー、元プロボーダー、もう忘れなきゃ、元しかいないですから、レンダルには相撲元がありますけどね、すみませんでした。さあ、おっと、ミニオンさん、だいぶ近づいてきたぞ、ミニオンさん、お待たせしました、あの格好はあったかいのか寒いのか、はい、しゃべんないからわかんない、さあ、ドロップ、さあ、残念、もうそうだ、写真全く撮ってなかった、ミニオンさん撮ってるのかな、さあ、ドロップ、なんかアピールしたぞ、あっ、お、あっ、ギリギリ1枚上げましょう、投げキッス、わーっと、ミーアタック、女子なら1枚上げる、ほんとにどうすか、胸を伸びしろって、
Tonight.
かな。おめでとうございます。シフティングちなみに、ウルトラマンのカラータイマーの音が鳴ったら、俺の歴史にまた1ページ。はい、大丈夫ですね。はい、ビッグカップ。
る方がいるんですよ。いるんですよ。さっきなんかミニオンさんがドロップしてくれたんで。なるほど。あの人はセパレートボードなんですよ。難しいですか。難しいよ。もうさらにミニオン来てもっと難しくしてるっていう。ああ、ドレスですね。ドレスです。ミニオンの頭文字は略して S みたいな。そうは。考えてもいいですけどね。はい。次行きますかね。はい。ドロップです。さあ、じゃんじゃん行ってください。じゃんじゃんバリバリ。さあ、スローイン。スローイン、スローアウト。スロー、お、いい感じ。いい感じ。ちょっとブレンバスター。おっと、ブレンバーのメンバー。オッケーです。もう一本いけそうなんで頑張ってください。はい、時間2時40分ですが、ロスタイムありますからね。ロスタイム。はい。カラータイマーが鳴った後。もういけそうか。はい、やってきます。惜しいもんね、惜しい。惜しいもん。さあ、こう見てください、この強烈を。すごいですね、これ。なん、明日ぐらいはやるんですか。明日ぐらいはやるんですか。コロナ関係ないからやらせてくれてるんだよね。まん延防止を開けたとはいえ、その辺の、そうですね、はい、守っていただいて、よろしくお願いします。それでは、やってくださいね。結構皆さん、距離取ってるから長く見える。あ、なるほど、ほら、あ、これ富士だったら多分、2、3メーターの。そうそうそう、そうそうそう。さあ、なんだろう、ペラペラ感で見えるか。じゃあ、やろうと、やろうと、なんかやろうとしたけど、できないパターン。いくらです。はい、1枚中途半端に。でも成功、全抜きは全抜きですからね。素晴らしい。今日の成功率結構高いですか。めっちゃ高いです。めっちゃ高い。成功率 80% ですよ。えそんなにありましたっけ。見てたら分かります。いやー、 80% の確率を上げるか下げるか。はい、さあ上げるくなるでしょう、この天才少年。いきましょう、天才少年。さっき向いてますからね。おっと、気がつけばなんか、なんだろう、役場の人観光連盟の人が来ますけど。あ、観光連盟の岩尾観光の方ですね。さあ、アフガニスタンか。さあ、来ました、天才少年。ロックに、いい感じがする。おー、来ました。おー、惜しい。あれ、あれ、ボールだった。ボールだった。え、ストック持ってたんだ。縦ん、モノ、モノスキー、モノスキー。なんかすごいすごい、あの目を禁止されてるやつだ、モノスキー。へー、これは身の作れないやつ。腰をこうやって行った。うわ、器用ですね。モノスキー。はい、そうします。ダルキス、ダルキスからのボックスの上にしましょう。ダルキス、なんだろう、ブイだ、結構時間がかかってる。ブイだ、ブイだ。それだ、すでに2ポイントゲット。それでポイントもつくんですね。そうなんです。なんとまあ、これで決まる。おー、いくよ、レンバー、あと1ポイント。あーそー、そこからの、あー、なんじゃないです。2枚あげてください、2枚。ナイスパイト、ショートスキー。お母さんお母さん、いや、なるほど、このパターンですね。こういうパターンがあるんです。これみんな、そしてスケーティングからのオープン。勢いをつけた方が、どんどんか、あるんだから。アウトしてから何してもブレイヤー。なるほど、アウトです。復活なし。なしです。はい。おっと、もう次々いってます。お、どんどん行きましょう。やっぱスキルが結構安定してるんですかね、これ。そうなんですよ。ブロー、あっさり来ました。2枚行きましょう。なんか、いやー、来た、お母ちゃん。さあ、次の人。板が変わったから分かんなかった。やっぱり、なるほど、安定なのか。息子も見たの。スキル、惜しいのジャパン。あ、まあ、モノスキーで。そうやか、お久しぶりです。今、ただいま、ジャッツリでは。おー、お母さん、ナイス。素晴らしい。ね、インタビュー中ですけれども、息子がモノスキーで出たという。あ、ビールを。なんでモノスキーやってるんですかね。おー、いいじゃん、それ。ないです。ないか。
打ち合わせとか一切してないので、モノスキーがこっち来てるぞ。モノスキーが、モノスキー、あ、来た来た、出た、これ去年出た、これなんかスキージャンプビアみたい、はい、これです。これは井戸さん、いきなりずつあげようか。おー、太っ腹、これずるい、ボードにはできない、このねスキーヤーのなんて、なるほど、さすがスキージャンプペア、はい、あれ取っときゃよかったな。伝説の 3人組です。トリオがあれが5人とかになったらちょっと5ポイントになる。そうです。ああ、大変ですね。大変です。途中手をつないでいかないとね。あとは手をつないでってすごいですね。さあ、はい、おじさん、じゃあ一個かつとりあえず喋っててもらっていいですか。わかりました。しますんで、ね、じゃあどんどん行きましょう。さあ入ります。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。さあ、お、いい感じ、いい感じ。このままいけるか、いけるか、いけるか。いい、惜しい。惜しい場合は何ポイントにしましょうか。ちょっとあっちで聞いてください。じゃあ、次行きましょう。大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい、ゴーは出ましたでしょうか。はい、行きます。お、これは、お、どっからの、からの、どうですか。いやー、痛そう。はい、大丈夫です。お、音楽が変わりましたが、まだ行きますね。はい、ちなみに、2時50分です。はい、行きます。おー、ダントーワンクッション惜しい。さあ、続いて、緑の人、おっきい、うん、なるほどね。はい、次、次はエントリーナンバー、スキーの人。お、たくさん雪をこぼって、あーちょー、すいません。はい、続いての方、おー、アピールが入りました。これでこういうもんなんですね。どうも、
間バリバリ時間まで行ってください。どうも。はい、あっと投げキス。ポイントアップすればいいんでしょうか。ダンベルがいまいち分かっておりませんか。おーっと2人で行った。2人で抜いたらすごい。いけるか。2人かも。ありがとうございました。さあ、続いてはバドピンからの、さあ、あっとスーパークラブしました。さあ、続いて全体黒い。さあ、いくか。黒じゃないかも。いける。あっさり。はい、迷彩から一瞬どこに行ったか分からなくなった。
てもう安定しますね、安定しますね、安定か、見えた、綺麗、はい、ポイントはあっちでもらってください。さあどんどん行きますけど列が減りません。お、いけるか、いけるか、おしむじゃさん、さあそれで、おっとめちゃめちゃスローイン、スローイン、安定のスローインからのズーム、ズームアップできました、ありがとうございます。さあ続いてまたまたゆっくりスローイン、さあ盛り上がる盛り上がる盛り上がる、いけるかいけるか、いったー、そうだよ、いやー結構抜きますね皆さん。さあこれは次の次の次のいける、いった、おっとジャッジ、いいですね、今日は黄金ビルマですね、皆さん来年も足元お願いしますね。バーバーバーっとケツがずっとケツダメですね、これは、はい、厳しい判定です。さあ上限イン、さあ、あーちょっとワンストーバー、いけるか、おいしたいった、おめでとうございます、素晴らしい、立て直しました、立て直し組です。さあ続いて、さあ待ちに待った、もう待ちくたびれた、いける、おっとうまい、あっと判定はいかに、 OK 出ました、意外と優しい。さあ行きましょう、さあ続いてドフィン、いいの、いやいや、シーズン最後ですからね、はい、さあ続いて来ました、ポンチョさん、僕の友達にポンチョってやつがいるんですけども、ボーイ君はポンチョになりました。さあポンチョはいかが、おーいパーン、ナイス、いや素晴らしい、最後のエアも高かったですね、平野歩夢もちょっとどうかなというぐらいのね、怒られそうですけど、さあいったぞ、リード、いけるぞ、バックフリップ、バックフリップ、これ僕昔やりすぎて肩脱臼しました、バックフリップ、2ポイントですか、ね、今のは3ポイント、素晴らしい、天下の方向バックフリップ、あーっと喋ってる間に終わってしまった、さあ次行きましょう、さあ手袋が赤い、赤、これは射線用じゃないのか、ありがとうございます、惜しいです、すごく惜しかったです、赤い人は全部青のものお願いします。さあ続いてドロップ、おっとなんだっけ、キャンベソリー、からし、惜しむ惜しむ、もちくんかな、さあ続いて、うねうねうねの、おっと回してきたぞ、おっと、あっこれは、あ距離が届かない、こんなに並んで、このためにこんなに並んだのか、ありがとう、おっと次行ってた、おっと次抜いたった、いやさっきのエクソーシストにはちょっとポイントあげたくないですけどね、さあ行きます、さあ行きましょう、さあたくさん並んだ、絶対持って帰ろう、急げー、ケツ、ナイス、素晴らしい、さあどんどん行ってもよろしいでしょうか、さあ時間は、おっと3時を軽く回しております、さあどんどん行きましょう、さあうねうねからのドロップイン、おっとダブルでドロップイン、イン、2人連続でいけるか、いけるか、いけるか、おっ
さあ、そろそろ魔王よ、天に帰る時が来ている、というところでしょうか。おっと、伊集院さん、戦いを終えよう、いいやと。今のは、じゃんじゃん、優しい、優しい、もう本当に白鶴並み。はい、じゃあ今やはりロスタイムを入れてカラータイムが鳴りましたので、はい、次の曲が終わったと。じゃあ結構終わりという、結構カツカツになってきましたね。はい、俺の仕事は、はい、実は釣り子なんで君と重ねたものを内月、はい、あるいいですね、しっとりというところで投げ切るからの投げ抜き、スキーで横抜けるってやっぱ難しいですね。いや無理だよ、普通の精神状態ではない。なるほど、かわいい人もいけるか、もう少し、もう少しだよ、惜しい、ミスターチーム、さあ、続いていきましょう。よくいかのストラピング、さあ、並んでる皆さん、そろそろ終わりが近づいてまいりましょう。まあ、ガンガン行ってください。はい、一応この曲が終わるまでは大丈夫です。終わるまでは大丈夫。あ、惜しい、ガチャピンが行きました。はい、本当だ、ガチャピン、ガチャピン、はい、
また。さあ、行きましょう。さあ、曲が、あと5分かになってきた。さあ、静かな、形の部分で、超えるのか、超えるのか、超えていきますね。ちょっと、技入れてきましたね。あ、技入りましたね。ポイント前がわからない。はい。2枚上げちゃってください。足の裏、キュッと持つやつ。そう。はい。スノーボードのスキーに関してはもう本当にね、ズームがスローボードで、もう全く分かりませんので、ギターまで表現させていただきます。さあ、ロープインからの、さあ、皆さん、逆境修正、逆境修正、いけなかったか、そして、やり返したからダメでしたね、今ね。さあ、出ました、手袋を赤いした。最後中央半端になんていくミサイルのように落ちていきましたね。さあ続いていきましょう。おっカロンカピー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 2番上げてください。面白かったんで。じゃあ、振りかこう。どうすい。さあ、この判定をしてからも、いけそうな気がする。ちょっとプライド入って、2番上げましょう。ラベル連続しました。さあ、続いて。さあ、まだまだ強い。気づくと重ねたものが同じですけど。もうチャレンジ入りました今、ああビッグカツからチャレンジチャレンジ、ちょっと VR で一回、はい、さあ曲が終わりましたんでこの後最後に成功した人が出たらそこで終わる。なるほど。さあ最後の成功者は誰となるのか。2022年、はい、合ってますでしょうか。合ってます。令和4年、合ってます。最終抜くのは誰か。知らなかったらやるんですね。やります。やります。もうわざと抜かない。ああ、なるほど。一個真ん中抜くとか。ああ、そっち抜く。危ないみたいな。さあ行きましょう。お、めっちゃ守るペースが早い。さあ来ました。究極のロスタイムでございます。ああ、ロスタイム。アディショナルタイムは。このロスタイム。いよいよ。さあ続いていきましょう。はい、行きましょう。エントリーナンバー。何番ですかね。今ね、エントリーナンバー。エントリーナンバー5番ですかね。さあ、皆さん、ごめんかな。お、安定してるの？いけるか？いけるか？